地下鉄、ランドスタッド鉄道トラムバスロッテルダム電鉄は、オランダのロッテルダム及び周辺で、地下鉄、LRT、トラム、バス等を運営する運輸事業会社である。1968年に、オランダで初めて地下鉄が開業したのが、ロッテルダム地下鉄である。2008年現在、9路線が運行されている。2015年現在、53路線が運行されている。 運賃支払い方法は、非接触 IC カード OV チップコアートを利用する方法を利用する方法の2種類がある。OV チップコアートを持っている場合は、乗車時と降車時にカード読み取り機にタッチする必要性がある。ストリップペンカールと思っている場合は、車掌もしくは運転手に降車駅を告げて、スタンプを押してもらうか、車内にある。 チケットキャンセラーで必要なゾーン数に一足した区画に刻印する必要がある。どちらのカードも持っていない場合は、運転手、または車掌に降車駅を告げて一回計を購入する。なお、ストリッペンカールとは2009年に廃止される予定である。ありがとうございます。